モンゴルウランバトル。こんにちは、私はモンゴル万民教会のハサン・サナ聖徒です。モンゴル万民教会に登録した後、太陽に囲む丸い虹を初めて見た瞬間が忘れられません。父なる神様は本当に生きておられ、私といつも共におられると感じられたからです。その後私は細やかな神様の愛を体験しました。今から私がいただいたその愛をお伝えしようと思います。私は中学生の時、右耳が痒くて尖ったもので耳をほじくりましたが、うっかりして鼓膜が破れてしまいました。その時から誰が読んでもよく聞き取れないし、何回か読んでこそなんとか聞き取れました。よく聞こえないから誤解することがよく起こって、話をするときとても困っていました。病院に行ってみたら鼓膜が破れていると、薬を塗って治療を受けましたが何の役にも立ちませんでした。その後からは何の治療も受けませんでした。そんなある日、隣のチェチェク聖徒さんの伝道でモンゴル万民教会に来ました。メッセージがとても良かったし、たくさんの生徒が癒されて祝福される姿に感動しました。また金曜日や礼拝2部で熱く賛美するのが良かったし、私も他の方たちのように癒されたいと思いました。それで右耳の癒しのために2回連続特別ダニエル哲学祈祷会に参加して、いちいちも欠かさずに祈りました。そして娘の就職のためにも切なる心で祈りました。最終日に授賞式がありましたが、想像もできなかったたっとい賞をいただきました。それは牧者の温かい愛の心が感じられる布団でした。とても嬉しくて幸せでした。そして神様は私の祈りに応えてくださることを確信しました。その数日後、イヤホンをしてメッセージを聞きました。前は右耳がよく聞こえないから左耳だけで聞いていましたが、今回は左耳を塞いで右耳にイヤホンをして聞いてみました。そうしたらとてもはっきり聞こえるのです。信じられなくて何度も繰り返してみましたが、やはりよく聞こえました。その時癒されたことが確認できました。神様は本当に生きておられるとのことです。私も仕事を探すために母と一緒に特別ダニエル祈祷会に参加して祈りました。祈祷会が終わった次の日にすぐ就職する祝福をいただきました。神様に感謝します。私を清潔の福音と神の力あるたっとい万民教会に導いてくださった父なる神様に感謝します。そして霊肉ともに祝福された生き方に導いてくださった牧者に心から感謝します。先生、とても幸せです。愛しています。